まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっています。さて今回はこのような流れで番組を進行いたします。まず会社説明をしていただきまして、その後5クエスチョンズ、5つの質問をお話ししていただきます。そして最後は就活生が本当に知りたいあの質問のコーナーに移っていく、このような流れでお話し聞いていきたいと思います。では今回の企業さんをご紹介です。カルタホールディングスさんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村上さんとそして山城さんにお越しいただいているんですけれども、はい、お二人ちょっとプライベートの話も聞いてみたいなと思うんですが、村上さん、はい、なんか趣味とかはありますか？趣味はですねあんまりないんですけども、子供が小学生の子供がおりまして、はい、先週も子供と一緒にお台場で東京おもちゃショーみたいなのがやってたので、そこに行って一緒にベイブレードとかして遊んでおりました。いい、ねはい、子育てと仕事という、はい、奮闘してらっしゃるというところですね、はい、では山城さんいかがですか？はい、よくあるかなと思うんですけど、僕サウナ行くのがすごい好きで。いいですよね、はい、ちょっとバウンドとかもサウナ仕様であったりとか。本当ですね。今日のバンドサウナ仕様で、はい、ちょっと準備してまいりました。趣味にも結構こう熱が入っているような、はい、そうですね、感じです。ありがとうございます。では今日は今度村上さんと山城さんにお話たっぷり聞いていきたいと思います。では早速本題に入っていきましょう。まずは会社説明をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、改めてですね、これからカルタの会社説明始めさせていただきます。で今スピーカーとして話させていただくのがカルタホールディングスの現在採用担当を行っている山城優と申します。と私自身新卒でですね、人材の会社に入りまして、そこからちょっとキャリアをチェンジっていうところで、2022年にカルタの新卒の採用担当としてジョインしたような形になります。はい、本日はよろしくお願いします。こんにちは、はじめまして、村上優と申します。私はカルタホールディングスの子会社であるカルタマーケティングファームという子会社の執行役員兼、第三営業局の局長を務めております。私は2013年に前身であるボヤージュグループという会社に、新卒で入りまして、現在に至ります。本日はよろしくお願いいたします。はい、早速カルタについてになるんですが、もともとですね2社の会社、1996年にヤフーさんがバナー広告とかを出した翌月にソフトバンクさんと電通さんが作り上げたサイバーコミュニケーションズという会社 と、サイバーエージェントの傘下でもあった経歴事業開発会社のボヤージュグループという会社がですね、2019年に経営統合してカルタホールディングスになりました。と現在電通グループの一員として東証、プライムにも上場しているような会社となってます。で私たちのミッションとしては The Evolution Factory として、まだ知られていない企業であったりとか商品であったりとか、そういった産業に対して進化を促していくっていうところを大切な価値観として持っています。そういった進化推進をしていくために、社員一人一人がですね、右側に記載しているような、7つのバリューっていうところを大切にしながら仕事に向き合っております。またですね、無限の進化の可能性、インフィニティエボリューションとして、こちらを採用スローガンとしております。まあ、カルタはですね、こういったさまざまな事業であったりとか社会に対しての進化を促しをできるような可能性を秘めています。まあ、これから社会人になっていく皆さんにもですね、そういった進化推進をできるような人材になってもらいたいなっていうふうな思いを込めさせていただいてます。でざっくりカルタがやっている事業としては3つの領域になりまして、まず1つ目がデジタルマーケティング事業になります。でこちらの中では日本初のインターネット広告事業会社として、まあ、当時からですね、インターネットであったりとかメディアビジネスの進化というところを推進してまいりました。で皆さんの中にはですね、デジタルマーケティングって何ぞやっていう方もいるんじゃないかなと思います。まあ、簡単に言うと売れる仕組みを作ることっていうところと言い表せるかなというふうに思ってまして、まあ、例えば皆さんもともとであれば何か商品を知るっていう時にもテレビ CM を見て実際の店舗に行ってそこで商品を買うっていうところがまあまあ一連の流れとしてあったかなと思います。まあ、ただインターネットが台頭してきたっていうところでなると、まあ商品を知る情報網っていうところも SNS であったりとか、まあウェブ広告であったりとか動画広告であったりとか、まあそういったところから知って、自分で口コミサイトとかレビューとか見て比較をしながら実際に商品を買う。で商品を買うってところも実店舗だけじゃなくてホームページであったりとか EC サイトであったりとか、そういったさまざまなチャンネルに増えてきたかなと思います。
で、このようにしてですね、マーケティングって呼ばれるところでもこういったデジタルの世界であったりとかネットの世界だけにのみならずに幅広く広がっていくっていうところで、さまざまなチャンネルを使いながらこういった戦略を策定していくっていうところが背景として挙げられているようなところとなります。まあ、簡単にウェブマーケティングとまあデジタルマーケティングってちょっとごっちゃに認識しやすいところかなと思うんですけど、簡単に違いみたいなところを記載させてもらいました。まあ、認知とか購入だけではなくてその後のリコメンドっていうところまでを網羅したりとか、ウェブサイト中心っていうところだけではなく SNS であったりとか EC であったりとか、まあ皆さんが行動していくオフラインの世界っていうところであらゆる顧客接点を作ったり、まあ、ターゲットの選定、誰に対して商品を打つのか、でどういった内容で訴求するのか、で実際に効果があったのかっていうところまでは網羅しているのがデジタルマーケティングになります。まあ、そういったところを通してですね、市場であったりとかに何かチャンスがあれば新たなビジネスモデルを作ることができるっていうところが、ウェブマーケティングにとどまらずにデジタルマーケティングっていうところが網羅しているような領域になります。まあ、そういった環境の中でですね、カルタホールディングスは日本初となるメディアの支援プロダクト、まあ、皆さんが情報を手にする場所がメディアだったりとかプラットフォームとか言われるところになるんですが、そういった方たちの収益化の支援をすることによってより良いコンテンツ作り、クリエイティブ作りっていうところに専念ができるような世界を支援したりとか、まあ、運用型テレビ CM の開発提供をすることによって、まあ、テレビ CM って実際に効果が見えにくいっていうような課題があったところに対して、CM の企画っていうところから放映効果検証まで、で実際にどういった効果があったのかっていうところを数値化して PDC を回すことができるようになったことでテレビ CM の業界に対して革命を起こしたようなこともあります。で、2つ目のメディア&コマース事業についてですね、こちらはカルタが自社のメディアであったりとか運営したりとか、あとは EC を中心として何か商品を作ったりとか、開発したりするような領域になります。まあ、人と人、人と、商品っていうところの新たな出会いを創出するっていうところで研修特化型メディアを作ったりとか、まあ、人々の抱えるペインとか理想とかに向き合ったきっかけを作るようなサービスを提供したりしています。まあ、最後に人材関連サービスの事業では特に日本の社会課題っていうところに向き合ってます。まあ、IT 人材が減っているっていうところに向き合いながら、そういったところに対して活気あふれる人材を通したより良い社会の実現っていうところを目指しています。まあ、日本初の就活支援サービスを提供したりとか、ウェブマーケターを人材、育成するような e-learning サービスっていうところを提供しています。まあ、こういったところをですね、様々な業界とか、企業様に対して進化を促していきたいっていうふうに考えています。まあ、こういった進化推進をするための制度であったりとか、チャンスを手にするために寄与するための制度とか仕組みとかについてもお伝えできればと思います。でですね、カルタにおいて、まあ、どういったキャリアが歩めるのかっていうと、ざっくりまあこういった3点挙げられるかなと思います。まあ、広告主とか広告会社といったクライアントに並走しながら全体のディレクションをするようなコンサルタントであったりとか、まあ、カルタが提供しているサービス、プロダクトをより良くするためにどうしたらいいのか、そういった最終決定権を持っているようなマーケターであったりとか事業責任者で、ストラテジックプランナーっていうところではコンサルタントと並走しながらさらにデータを活用して、クリエイティブを活用したりとか、ブランディングのところに上流から介入してコンサルティングを行ったりとか、より難しいような、精度の高いようなデータだったりとか活用しながら行っていくような職種になっていきます。まあ、こういった人材を育成していくためにですね、カルタの今後の経営責任者を担うためのザ・ネクストジェネレーションボードっていうような少数精鋭のプログラムを組んだりとか、カルタの社員であれば誰のトライができるような事業開発コンテストを実施したり、まあ、各種、会社説明会で、各種勉強会とかですね、座礁学であったりとか見聞学って言われるものを提示したりとか、まあ、カルタ17ある事業会社がありますので、そういったところに自分で飛び込んでチャレンジができるキャリア移動のダイブっていうような制度があったりします。はい、ここまでですね、カルタについていろいろお話しさせていただきましたので、最後にちょっと選考フローだったりとか採用情報についてお伝えできればと思います。カルタの本選考についてはエントリーシート、ディスカッション、個人面接っていうところを複数回実施して最終的な内定という形になります。まあ、途中で SPI であったりとか適性検査の受験もありますので、ご案内をお待ちしてもらえたらと思います。いろいろお話しさせていただきましたが、まだまだカルタの情報についてはいろいろ皆さんの方で確認できるところは多くあるかなと思います。まあ、一つが採用サイトの方でですね、マイページの方から今後の採用イベントであったりとか本選考のご案内等をお送りさせていただきますので、右側の QR コードからぜひぜひ確認してもらえたらと思います。また同じようにクロストークであったりとか、さまざまな観点から価値観について語ったインタビュー記事も掲載しておりますので、ぜひご確認ください。
またカルタ公式の YouTube の方では社員がどのような気持ちで仕事に向き合っているのかっていうところを1分間の動画にシリーズとして上げているものもありますので、ぜひこちらを見てもらえたらと思います。はい、改めてですね、皆さんどんな進化を今後起こしていきたいか、本当これから社会人になっていく皆さんには本当に無限大の可能性っていうところがあると思います。まあ、事業を進化させるであったりとか、業界を先導していくような、そういった人たちに皆さんにはなってもらいたいなっていうふうに考えております。そういった皆さんとですね、私たちもより良い無限の進化の可能性っていうところを切り開けたらなっていうふうに考えております。はい、以上です。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。では改めて今回のトークテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つの質問をご用意しております。まず他にはない強み聞いていきましょう。その後ですね、キャリアについてもお話を伺いまして、でそして3つ目は若手に対してどんなミッションや責任をこう任せているのか、そして4つ目が入社後に早期に活躍するために必要なスキル、今のうちに伺えるのは嬉しいですね。そして5つ目は実際に働いて感じた社風やカルチャーの魅力、こんなところを聞いていきたいなというふうに思います。では早速1つ目の質問参りましょう。こちらです。業界における独自性や他社にはない強みとは、というところからまずお話を伺っていきたいんですが、広告を取り扱う企業というのも数多く存在している中で、御社だからこそのこう強みというのはどういうところになってくるんでしょうか。はい、ありがとうございます。カルタホールディングスは本当にさまざまな業界とか企業様に対しての抱えている本質的な課題とかに対して、ネット広告だけじゃなくて、先ほどお話したテレビ CM であったりとか、リテールの DX 支援だったりとか、そういったデジタルマーケティングっていうところに包括したさまざまなチャンネルを通して、総合的なソリューションっていうのを提供できるっていう点がまず一つ強みかなと思ってます。でそういったところでクライアントとやり取りをしていく中で、なんかこの市場にはこういうニーズがあるんじゃないかであったりとか、こういうペインがあるんじゃないかっていうところに対しては、カルタが自社でメディアを立ち上げたりとかサービスをすることによって、カルタ独自でビジネスを行っていくっていうような、こういったゼロイチを作る事業開発力の強みっていうところが、2点目の強みかなっていうふうに考えてます。はあ、やはりこうゼロイチを作れるというのは大きなメリットになってくるところなんでしょうか。うん、はい、そうですね。あとですね、その強みだったり今伺った独自性みたいなところ、ゼロイチというところで、それをするためにどういう課題とこう向き合って皆さんお仕事されていらっしゃるんでしょうか。うん、ございます。結構先ほどお話した通り、国内外の大手クライアントであったりとか、スタートアップの企業であったりとか、はい、業界も本当に多種多様になっているので、ちょっと一概にお伝えするのは難しい形になるんですが、例えば企業の持っているブランディング、今後会社をどういうふうに見てもらいたいのかっていうところに対して、上流からコンサルティングとして入っていくこともありますし、一つの商品をよりよく売り上げを高めるっていうところを支援するっていうところで、クライアントごとに新しく、アプリ、反則アプリを開発したりとか、そういったところでソリューションとしては提供しているような形になります。その価値提供としては、そのクライアントさんはどういったところをこう喜んでくださってますでしょうか。ございます。結構現場の社員であったりとかが、よりクライアントに近しいところでコミュニケーションを取ることによって、本人たちが思っていない、潜在的な課題っていうところも私たちが介入することによって、自分でやってるけども解決したいところが別だったっていう時とか、そういったところでいわゆる本質的な課題っていうところに対してアプローチをしてくれる、で結構最後まで並走してくれるっていうところに対して、価値を感じてもらって、長い間お付き合いさせていただいている企業様も多いかなっていうふうに考えています。そうなんですね。あと先ほどその新しいこう事業をこう創出していく上で、クライアントさんからこうヒアリングというのもすごく大事になってくるというようなお話もありましたけれども、例えばその他にこんな背景があるからゼロイチがうちは得意なんだという何かありますでしょうか。ありがとうございます。3点ぐらいあるかなと思っていて、まず一つが社内に非常に優秀なエンジニアがたくさん抱えているような形になりますので、そういったプロダクトだったりサービスを作るっていうところで、技術力としてできるっていう背景が、でもう一つとしては、やっぱ昔からさまざまな事業っていうのは今まで50以上とか作り上げてきたような形がありますので、社内にそういったのを作り上げるっていうようなノウハウとか、ナレッジとかが蓄積されているっていう部分か、あとはもう一つ社風の部分になるんですけど、バリューでも挙げられたようなスピードは力であったりとか、挑戦しようであったりとか、とりあえずやってみるみたいなところが会社としても根強く残ってるかなと思いますので、そういった背景も要因の一つかなというふうに考えています。ああ、そうなんですね。あと説明会の中でも少しお話をいただいたとは思うんですけれども、その電通
グループさんのこの顧客の資産というのは、はい、活用していきながらお仕事をされていらっしゃる。おっしゃる通りです。もちろんそういったところでいわゆる皆さんが知っているようなあの大きなナショナルクライアントっていうところの企業様とやり取りすることもございますし、まあ、自分たちで開拓をして、これから伸ばしていきたいっていうようなスタートアップの企業であったりとか、そういったところはさまざまあるかなと思います。だからこそこう、まあ、若手のうちからいろんなチャレンジもできるような環境にあるのかなというふうにも感じるんですけれども、はい、あのこれからますますそのウェブ広告だったりこういった需要というのは高まってくるような気がするんですけれども、はい、その御社が思っている今後の事業の展望みたいなところって何かお話しいただけるところはありますでしょうか。ありがとうございます。本当ネット広告ウェブ広告の市場って3兆3000億とかを突破して、まあ、今後も伸びていくかなとは思ってるんですが、まあ、皆さんがやっぱり情報取得する場所って本当にネットの世界だけにとどまらない、携帯とかPC の世界だけじゃなくて外歩いてる時に見るようなデジタルサイネージだったりとか、あのお店屋さんに置いてあるようなデジタルサイネージ、リテールメディアって言われるようなものとか、本当にウェブマーケットウェブマーケティングっていうところにとどまらないところにおいていろいろ波及していくかなというふうに考えています。なのでそういったところを全て網羅した上で、包括的なソリューションを提供していくっていうところを、まあ、本当上流から下流までですね、アプローチしていくっていうところは今後注力していきたいなというふうに考えています、うん。はあ、まさにその01が得意だからこそこれからこう広がっていく可能性というのは無限大というところですよね、うんうん、おっしゃる通りかなと、ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。こちらです。これまで経験した業務や歩んだキャリアはというところで、ちょっとこの質問村上さんにもたくさんお話を伺いたいなというふうに思っているんですけれども、はい、あの村上さんはこう様々なご経験をされて今営業の局長さんとしてご活躍されているというところなんですけれども、まずこう業務内容だったりキャリアについて、村上さんの例を教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、改めまして村上です。私はですね、2013年に新卒としてこの会社に入りました。初めの 2,3 年間は日本のこう部署といいますか、日本のお客様向けの営業組織で勤務をスタートさせているんですが、営業成績はそこそこ出てたと思うんですけども、業界がものすごく成長していたタイミングだったので、こう果たして自分の貢献で自分が成長してその営業として数字を達成できたのか、それともこう外的な要因で達成できたのかっていうのがこうすごくもがき苦しんでた時期があります。実際に社内のこう同期だったり、社内の後輩がどんどんといわゆる役職上出世していったりするのを見てて、あ、自分はこうラッキーで達成できてるだけで、あんまりこうスキル身についてないんじゃないかなというのに 2,3 年目の時にすごく悩んでいた時期がございます。で、そこでですね、ものすごくこう自分のキャリアについてだったり、何がしたいんだとか何が強みなんだっていうのをすごく考えていった中で、幸いですね、多少英語が喋れたというのがありまして、そこがこう同期だったり会社の後輩先輩との差別化のポイントだなと思ったり、当時ですね、ちょうど弊社が海外事業から撤退したタイミングだったので、社内的にも人的なリソースが確保できていなかった部分がございます。なのでこう身を見まねで事業計画書みたいなのをたくさん作ってみて、会社の当時の社長だったり上司に、海外事業をやらせてくれというのを直談判させていただいております。で、今はですね、無事にそのいろいろ検証項目を突破しまして、海外飛び回りながら、海外の企業様の日本マーケティングというのを支援する、事業を行っております。たくさん今メンバーにも囲まれてですね、すごく楽しくエキサイティングに過ごしております。自らこう手を挙げてという熱い思いの中お仕事されてらっしゃったということなんですけれども、はい、その中でこう一番印象に残っているプロジェクトだったり業務って何かありますでしょうか。たくさんあるんですけども、はい、そうですね、私たちの事業が、ちょうどコロナ禍の、巣ごもり需要ですねのタイミングですごく爆発的に拡大したなと思っております。で、巣ごもり需要の中で皆様こうインターネットのサービスをより使うようになったり、ユーザーの皆様がですね、使うようになったり、たくさん広告に接触していただける機会が増えたことによって、私たちがこう支援させていただいているお客様の海外のお客様のサービスがすごくスケールアップしました。
ですが、はい、未曽有のこうコロナ禍だったので、社内のこうメンバーのマネジメントだったり、社内調整というのに非常に苦労したのを今でも覚えております、うん、幸いですね、お客様の方は、海外の会社様ばかりなので、コロナ前からリモートワークじゃないですけども、オンラインウェブ会議というのが日常的にやっていたので、お客様との関係性というのは一切途切れなかったなと思っております。ただですね、社内の子たちとのこうコミュニケーション頻度がどんどん減っていったことによって、なんかこう不満が溜まってたりだとか、うまく仕事が進まなかったりだとか、そういったのがたくさん起こっていたなと思っています。ですので、お客様の方何も懸念がなかったのは嘘になりますけども、比較的こう乗り越えられていたので、ひたすら社内の子たちとコミュニケーションの頻度を増やして、たくさん喋ってリモート飲み会とかやったりとか、いろいろと試行錯誤しながらやったおかげで、こうチームワークもどんどんと上がっていって、よりお客様の方に質の高い提案だったり、質の良いサービスを提供することができ、結果としてこう事業が大きく拡大したなと思っております。そうなんですね。本当にこう自ら動くということをこう大切にされていらっしゃるのかなというふうに今も感じたんですけれども、その中でこうやりがいを感じた経験というのを一つ挙げるとしたら、どんなところにやりがいを感じましたか？はい、それもですね、たくさんあるんですけれども、私の部署はこう海外系の部署なので少し特殊かもしれませんが、さまざまなこう文化の違いとか、時差だとか、そういったものを日々戦っているというのはとてもやりがいだったり大変さだったりもありますが、もう毎日学ばせてもらっているという感じです。ただ海外問わず、こう日本海外問わず言えるものですと、やはりこのデジタルの業界ってものすごくスピードが速いので、これはもう世界共通普遍的なものだと思います。業界や市場やから取り残されないように、もう毎日いろいろ情報をキャッチアップしないとすぐ取り残されちゃうと思いますし、一方でこう情報というのもあふれ返ってるぐらいあるので、こう全く飽きないというか、日々すごいこう勉強になるようなことがたくさんあって、そこがすごくやりがいに感じている部分です。そうなんですね。今業界のスピード感みたいなところをお話しいただきましたが、加えてキャリアアップのスピード感というのは御社はいかがでしょうか？はい、ですね、弊社の場合、若い方も新卒の方も含めて 2,3 年ぐらいで、子会社の代表だったり役員になるような、方たちも、見てきております。はい、私のケースで申し上げますと、そうですね、新卒入社して 2,3 年目の頃にはいわゆるメンバーというか部下というか、OJT として仕事を教える側の立場は経験させてもらっております。でその後ですね、4年目に、海外の事業チームを設立させていただいてまして、7年目のタイミングで、当時の 子会社なんですけども、当時の子会社の取締役に任命していただいております。なので30手前で役員になってたので、世間的には早い方かと思いますが、ここでちょっと勘違いしていただきたくないのが、僕のように言えばやらせてもらえるとか、もしくは優秀な子であればもう勝手にこう登用されていくっていうのは、これ勘違いするポイントだと思うので、違いますというのが言いたいです。裁量権大きいというのはすごい素敵なことだと思うんですけども、裁量というのはこう責任を全うするための手段だと考えているので、しっかりとその責任を果たすことができた人、もしくは今後できそうだなって思う方に次のキャリアアップというかステップアップのチャンスが回ってくるものだと思うので、そこだけ学生の皆さん、勘違いしないようにしていただきたいなと思っております。はいはい、ありがとうございます。とてもためになるお話でした。ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。こちらです。3つ目は、若手にどんなミッション責任を任せているというところで、今キャリアアップのスピード感みたいなところもお話しいただきましたが、さらにその若手の皆さんにどういったこうミッションや責任をこう任せているのかというところをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか？はい、これも私の方から回答させていただきます。年次関係なくですね、若手の方でもこうベテランの方であっても、弊社の場合ですと
定性的な目標と定量的な目標というのがセットで、それをこうミッションといいますか目標といいますか責任としてお渡ししております。実際に私の、組織の2年目の新卒2年目の、若手の方がいるんですけども、その子の場合だと、定量的な目標のとは別で、彼女自身がマネジメントレイヤーに上がりたいと思考しているので、OJT としてどうすれば成長できるのかという定性的な目標もセットでつけております。そうなんですね。その若手からこう裁量を持って働く経験ができるというところで、こうどういったこう市場価値を高めていくことができるんでしょうか。はい、そうですね、一般的には、市場価値高めるために裁量権が大きい場合ですと、スキルの向上、専門的なスキルの向上と、ポータブルスキルとかよく呼んでるんですけども、一般的なスキルの向上、あとは、自信だったり信頼関係を作り上げるというのが、一般的にこう大きな仕事を任せた時に得れるものだと思っております。それぞれちょっとだけ詳しく説明しますと、やはり前のめりに主体的に取り組んでいくと、他の人よりこう専門知識、広告だとちょっと難しい用語があったり、特殊なマーケティングの方法があったり、そういったものもこうすんなりとスムーズに学ぶことができると思います。勉強もやらされてるだけじゃなくて、こう自主的に学んだ方が覚えが早いのと一緒で、そういった部分でスピードを早く成長できるかなと思っております。でポータブルスキルの方も、主体的に取り組むことで関係者が大きくなっていくと思います。でその際にこういろんな方に対して説明をするこうリーダーシップメントといいますか、リーダーシップだったり、適切な判断をしていかなければならないので、そこで判断軸、判断力みたいなのが培われるかなと思っております。ですのでリーダーシップとか判断力みたいなのはどこの会社さん行っても使えるスキルだと思うので、そういうのも向上できるかなと思います。またごめんなさい、最後に、自信だとか信頼関係というのも、やっぱりこう主体的に裁量を持って働いていくことによって、何ですかね、こう成長実感を感じやすくなるといいますか、やり遂げたなという達成感とともに、こう成長を感じられると思います。でその際にやっぱりそれが自信になってきたり、周りの方たちも、これ信頼関係もセットなんですけども、あいつならやってくれそうだなとか、すごい若手なのにいい仕事してくれたなっていうので褒めてくれたりして、またそれが自信になったりとかすると思います。そこでこう自信も芽生えるし、信頼関係もできるし、どんどんといいポジティブスパイラルみたいなのに突入するなと思っております。やっぱりこう村上さんも若いうちからこう積極的に手を挙げたり、裁量権を持ってお仕事をされていた経験というのは今に生きているなというふうに、ものすごい生きております。はい、そういったこうまだこう経験の浅いこう若手に対していろんなことを挑戦させてあげられるというのはどういった背景があるのか、簡単にお話しいただけますか。どういった背景、はい、そうですね、これも一般論かもしれないんですけども、やはり成長を期待している部分が大きいと思います。やはり専門的な内容も多い業界ですので、早くから能力をつけていただきたかったり、新しいチャレンジさせることによってまだ見えてない潜在能力みたいなのを発揮してもらったり、そういったスキルの成長だったり、スキルの成長のスピードアップっていうのを見ているのが一つあります。で特徴的な、この業界ならではって申し上げますと、移り変わりの激しい業界なので、新しい視点が欲しかったり柔軟な発想が欲しい場合に、若手の方をこうあえて抜擢して、そういった方たちの意見も積極的に取り入れようとしていたりします、そうなんですね、ありがとうございます。では続いての質問です。こちらです。入社後早期に活躍するために必要なスキルはというところで伺っていきたいなと思うんですが、特にその学生のうちから身につけておいた方がいいことだったり、積んでおいた方がいい経験もしあればぜひ教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。入社するにあたりとか内定者の時代でなんかこういうスキルだったりとか、こういう資格の届けっていうのは全然正直ないです、ただ、早期から活躍されている方というところでいうと、スタンス的な部分のお話にはなるんですが、クライアントの課題だったりとか、
をすごい自分ごと化して、次に何できるんだっけっていうのを考えられるかどうかであったりとか、まあ、本当に一人ではできる業務ではないので、なんか周囲のチームであったりとか周りの人を巻き込めるっていうところのオーナーシップみたいなところをまず持ててるかどうか、まあ、そういった自分の中での何をすべきなんだっけであったりとか、どういうことを目指してるんだっけっていうところをしっかりと考えながら行動できるっていうところは、まあ、学生の皆さんの状態のからでもちょっと意識ができるポイントにはなるんじゃないかなと思います。ちなみにこの入社後の研修制度だったりフォローアップ体制というのはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、カルタにおいて社員の、教育みたいなところで言うと、系統的な学習、系統学習と経験学習っていうところ、まあ、2つ2点重要視しているかなと思っていて、まあ、若いうちからですね、早いうちからクライアントの担当を任せるであったりとか、本人が主体性を持って動ける環境っていうところはまあ極力するようにはしています。で、実際経験したことを整理、まとめた上で、体系だって論理、実際に再現性のある力っていうところにするためには、まあ、プラスして、まあ、ちょっと体系だった学問から学ぶっていうところも意識しているような形になるので、まあ、先ほど会社説明会でもお話しさせていただいた座礁学であったりと見聞学っていうような社内研修であったりとか、なんか一つの書籍をみんなで読んで知識を深めるっていう読書会を実施したりとか、あと社内で展開しているウェブマーケティングの人材育成の e ラーニングサービスっていうのがあるんですけど、そちらを社内に全展開をして、まあ、いつでも使えるようにしてっていうところで、この知識×経験みたいなところをつなげることによって、教育をしていこうっていうところの体制をサポートさせてもらっている形になります。入社した後のその評価基準っていうのはどういうところになってくるのか、簡単に教えていただいてもいいですか。はい、ございます。これはじゃあ僕の方から回答させていただきます。カルタホールディングス全体の評価基準というのはもちろん存在するんですけども、大前提ミッション、目標、そういったものが達成できているかどうかというその有無はものすごく大事にしております。で、本日はですね、私個人的にすごく重要視している部分といいますか、こう抜擢する際に見ている部分とかっていうのをお話しできたらなと思っておりまして、あくまでもこう分かりやすく伝えるためにこう表現するんですけども、主語の変化というのをすごく見ておりますし、すごく敏感に僕もキャッチアップしています。で、これ具体的に申し上げますと、若手の方だとどうしてもこう最初の1年目2年目っていうのは、私が、僕が、俺はこうしたいとか、こう常に主語が自分になってしまうことが多いと思います。これ別に悪いことではないですし、僕自身も若い頃はそうだったので、全然こう何ですかね、修正する強制するものではないと思うんですけども、やっぱりこう成長してくる、来たなと感じるタイミングになってくると、その主語が私たちはどうした方がいいかとか、この会社としてどうなっていった方がいいかだとかとい こう主語が大きくなってくる、愛から We に変わっていくようなのがすごく見られたり、あとは視点を臨機応変に変えられるといいますか、お客様の立場に立って、私はではなくてクライアントさんはこう思うだろうなみたいな形で、主語がどんどんといろんな主語を使えるようになってきます。で、そうなってくると、やはりこう組織をちゃんと語ってくれるな、語れそうだなというのが周りからも似て思えるので、じゃあ次はこうマネジメントをお願いしようだったり、事業戦略を一緒に作っていこうだったり、そういったこう判断がしやすくなって、評価に使いやすくなるなと思っております。そうなんですね。もう実体験からこう感じたところを教えていただいてありがとうございます。はい、では最後の質問こちらです。どうぞ。実際に働いて感じた社風カルチャーの魅力はというところで、最後に社風カルチャー伺っていきたいと思います。こんな社風いいなと思ったところを教えていただいてもいいですか。いかがでしょう。はい、ありがとうございます。まあ、すごく本当に失敗っていうところを恐れずに挑戦をしていく社風っていうところは強くあるかなと思いますし、本当に社員本当に多種多様な方がいるような形になるので、チームとか上司とかっていう縦横のつながりだけじゃなくて、他事業部の方だったり、もしくは外部の方であったりとか、そういった斜めのつながりっていうところをより促進していく、まあ、重要視していくっていうところは、まあ、カルタの中でもすごく魅力的な社風というか、カルチャーのうちの一つになるんじゃないかなというふうに考えています。福利厚生はいかがですか。ありがとうございます。プロのバリスタさんが社内に常駐しているようなカフェディリアみたいなところがありまして、まあ、そういったところでちょっとコーヒーを飲んでリフレッシュをしながら、リフレッシュすることができたりとか、でちょっとコーヒー作っていただいている間にそういった
ところ待ちながら他の方とコミュニケーションしたりとか、まあ、それで次の仕事へつながったりであったりとか、なんかちょっと急に相談がしたりとか、そういったところで縦横斜めのつながりっていうところを支援している制度としても挙げられるかなというふうに考えています。そうなんですね。いいですね。そこでまたコミュニケーションもこう生まれてくるというところですね、はい、ありがとうございます。では最後のコーナー参ります。就活生が本当に知りたいあの質問です。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした1問についてお話しいただこうというコーナーです。今回の質問はこちらです。活躍できる人に共通するものはというところなんですが、ぜひ教えていただきたいんですが。はい、はい、じゃあ私から、はいはい、スキルでこう 何かのスキルに長けてるっていうのは表現しづらいんですけども、かなりこう定性的なものではあるんですが、事業を生み出す作り出すとか、産業を起こすだとか、何かを追求する極めるみたいな言葉にビビッときたりワクワクしてくださる学生さんっていうのはものすごく向いてると思いますし、実際に我々の会社の社員たちもそういった子たちが活躍してってるなと思います。ですので、こう我々としては進化推進業として無限の進化をしていかなければならないので、その進化を体現できるようなポテンシャルがある方たちがいいなと思ってますし、共通している部分でございます。ありがとうございます。御社にこう向いている人という視点でもお話しいただきました、はい、ありがとうございます。さあ、それではそろそろお時間がやってまいりましたので、最後に視聴者の方にメッセージ告知をお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めてカルタホールディングスのですね、本選考については、記載の通りのエントリーシート、グループディスカッション、個人面接というところから内定までのフローとなっております。募集時期等に関してはマイページの方からご案内をさせていただきますので、ぜひ少しでもですね興味を持っていただいた方に関してはマイページの方プレエントリーをお願いいたします。またですね、公式ホームページの方から採用ページの方からですね、こういった QR コードであったりとか、先輩方のクロストークとか、さまざまな情報を記載していますので、そちらも目を通してもらえたらと思います。また実際にどういうことをやってるのかっていうところの解像度を高めるっていうところでは、1分間の動画シリーズであったりとか、カルタのオウンドメディアっていうところからもさまざまな情報を取得できるかなと思いますので、ぜひ皆さん覗いてもらえたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。それでは次回のワンキャリ企業説明会もぜひ楽しみにしていてください。村上さん、山城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。